富良野駅は、北海道富良野市日の出町一にある、北海道旅客鉄道、日本貨物鉄道の駅である。JR 北海道の駅番号は、T30。根室本線を所属線としており、当駅を終点とする、富良野線を加えた二路線が乗り入れている。かつては特急、大空、急行、仮価値の停車駅であった。現在は観光シーズンに、 札幌発着の臨時リゾート特急、フラノエクスプレスが運転している。フラノ線は北海道旅客鉄道旭川支社の管轄であるが、当駅は北海道旅客鉄道鉄道事業本部管内となるため、フラノ線の場内信号機を管轄協会としている。駅名はアイヌ語のフラヌイに由来している。この臭いとは十勝だけの噴気や温泉水に含まれる硫黄の匂いである。 1977年の富良野駅と、周囲約 1.2km 範囲。下が、根室本線新徳方面。上の右が、富良野線朝日川方面。左が、根室本線滝川方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成2面4線の島式ホームを有する地上駅。駅舎とホーム間の移動には、 小選橋を利用する。また、一番線と六番線は留置線となっている。社員配置駅であるが、早朝、夜間は窓口業務を休止している。緑の窓口、自動券売機、立ち食いそば、うどん店を設置している。改札外に男女別の推薦式便所がある。JR 北海道レンタリースフラの営業所を併設している。JR 貨物の駅は、 旅客駅西口の北側にある。一面一線のコンテナホームを有しており、ホームの北端は国道237号に接続する。コンテナ貨物の取扱い駅で12フィートコンテナのみを取り扱う。当駅の取扱い品は玉ねぎやジャガイモなどの農産物が多いため、季節によって取扱量が大きく変動する。そのため、年間を通して、 札幌貨物ターミナル駅まで運行するトラック便が1日3往復あるほか、収穫期の秋、冬季のみに臨時高速貨物列車を1日に往復設定している。フラノ市統計所によると、JR 貨物北海道支社提供の輸送実績は以下の通りである。主な駅弁は、下記の通り、フラノ市中心部にある駅であり、フラノ文化会館、フラノ市役所、 北海道フラノ保健所、北海道フラノ高等学校、フラノ広域連合フラノ消防署、フラノ警察署などへの最寄り駅になっている。コンシェルジュフラノは、徒歩約4分、フラノマルシェフラノマルシェには、徒歩約7分、フラノ税務署は、徒歩約10分に位置している。また、駅東側にある、北海道社会事業協会フラノ病院は、東西自由通路、ポッポブリッジを利用して、 徒歩約5分に位置している。駅前には、フラノ駅バス停留所があり、フラノバスが市内線や新フラノプリンスホテル、旭川方面への定期路線バス、ラベンダー号、シムカップ村が、シムカップ方面への村営バス、北海道中央バスが、札幌方面への都市間高速バス、高速フラノ号、道北バス、北海道卓職バス、十勝バスが、共同運行で、新徳、 帯広方面への都市間、バス、ノースライナーを運行している。ありがとうございます。